はい、どうもこんにちは。ラロドチャンネルのラロドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして、今回巻いていくのが、エクステンドボディーワームです。ブナムシやシャクトリムシなど、イモムシ類をイミテートしたフライになります。初夏から夏にかけて、特に木が川に覆いかぶさっているようなところで効果的です。というわけで、早速巻いていきたいと思います。それではエクステンドボディーワームのマテリアルを紹介します。フックは TMC212Y、 サイズは15番、スレッドはユニスレッド80、カラーはオリーブ、タグにはフラッシャブボディとウィングポストにはエアロドライウィングのフローセントグリーン、ハックルにはコックネックのカラーはグリズリーを使用します。それではまずスレッドでフックの3分の1程度まで下巻きをします。下巻きができましたら余ったスレッドをカットします。続いてタグ部分を巻くためにフラッシャブを取り付けていきます。固定ができましたらフラッシャブを巻き付けていきます。スレッドで固定していきます。固定ができましたら余ったフラッシャブをカットします。次にエアロドライウイングを4分の1本取り出しねじり込んでいきます。ねじり終えたら両端を近づけていくとこのようにエクステンドボディが出来上がります。フックに取り付けていきます。ボディが取り付いたら前方側をそのまま立ち上げてウィングポストにします。
続いてハックルを取り付けます。そのままウイングポストにハックルも立ち上げていきます。そしてハックリングをしていきます。ハックリングができましたら、ハックルをスレッドで固定していきます。ハックルが固定できたら、余ったハックルをカットします。次にハーフヒッチャーでハーフヒッチをしていきます。余ったスレッドをカットします。次にウイングポストを適当な長さにカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、エクステンドボディーワームを巻いてみました。このフライのキャスティングでは、この葉からポトリと落ちた感をイメージするのが重要かと思います。そして、ゆるい流れの中を長い時間漂わせるというのが、釣果につながるポイントかと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラロドチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイミングがしたくなってきた、今度の釣果が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、ブログをやっております。概要欄にリンクが貼っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。